来るのが遅いガチャにかけるタコちゃんの一言。早くおいでよ。早くおいでよ。やあやあ皆の衆、みんなはブラスター系で何の武器が好きですか？僕はこの R ブラスターエリートよ。ブラスター系の中で一番射程長いからね。まあ、どんぐらい長いかっていうと、バレルスピナーとほぼ同じ射程。ボトルカイザーよりも長い。まあ、ジェットスイーパーよりは短いんだけど。だがしかしこの武器、サブスペが終わってる。もう地獄レベルのゴミサブスペ。もうあまりにも弱すぎるサブスペのあまり、最近ではもう見る影もないブラスターとなってしまったんだけど、僕はこの武器をまだ愛している。長すぎこれ。なんだこの射程は。これには相手のクラッシュもびっくりでしょ。一発、よーしよしよしよっしゃ、キル速も意外といいんじゃないか。直撃パーティー開催すれば全て解決。エイムでご了承。エイムと射程で全て解決しろ。この武器やばくない？削除した方がいいんじゃないか。一気に3盾してしまう。いや、4盾だった今。ちょっと覚えてないわ。唯一僕ブラスターの中で使えるのがこのエリートだったんだけど、スプラ2の頃。あのトーピードを投げまくってくる鬱陶しいラピデコに全ての地位を奪われたのがこのエリートで。あ、やばい、自分の命もやばい。この武器ね、射程がバチクソ長いんだけど、その代償がでかすぎる。射程の代わりにとんでもない欠点抱えてるからね。射程が長いがゆえに、弾が相手に届くまでの時間が長い。そう、弾速が遅いということは、キル速が遅すぎる。ブラスターのキル速とは思えないからね。一発直撃当てたとしても逃げられる場合が多い。二発目も外してしまったらもう最後。その時には接近戦に持ち込まれていくからね。で、ちなみにこの武器、接近戦ブラスターの中でバチクソ一番弱いです。もうゴミ。基本的に遠距離戦しか戦えないから、もう接近戦はナメクジ以下なのよ。爆風もちっちゃいし、連射スピードと硬直長いし、人速の機動力も終わってる。そう、接近戦だけはもう壊滅的。普通にチャージャーに負けっからね。だが、しかし、こちらには射程がある。まあ、言うても、ラピッドブラスターとこのエリート、射程の差 0.5 本分しかないからね、ほとんど変わんない。せめてサブスペだけでも強くしてほしい。癖が死ぬほどあるけど、射程はなんだかんだブラスターの中では一番。まさにブラスター界のエリートなのかもしれない。接近戦でも直撃をちゃんと当てれるブラスターになれば、真のエリートブラスター使い。もはやイカ自体がエリートなのかもしれない。あ、今回イカ速ガン攻めしてるんで、結構機動力が高めなんだよな。一発撃って潜って、一発撃って潜ってで、ブラスター特有の硬直をギリギリまで解除していって、基本的に味方の援護だな。高台にやつを炙り出して倒すみたいな。で、この武器キル速遅いから直撃は前提だね。直撃は絶対当てないと倒せない。直撃プラス爆風で2角、爆風だけだと3角、イカロールで避けられたら4角になってしまう。終わり。まあまあまあ、マンタマリア、慌てなさんの精神を。ルールはヤグラなんでね、これ遠距離からちまちまチクチクペチペチしてヤグラから落としておけば勝てるんちゃう。これホップソナーとか避けるのも結構難くない？この武器。高台当てる、直撃。なんで直撃なのに。くっそ、キル速か。もっとさ、爆風ちっちゃくしていいからさ、直撃のダメージを上げるとか、あとは弾速をバチクソ速くするとか、もう撃った瞬間着弾させるみたいな、そんな感じにしてほしい。やべ、リッターがめっちゃ見てる。でもリッター倒さないとこれ、ヤグラ。あぶね、やばい。あぶな、あぶな、ボム爆発するかと思った。なんとか耐えて、そこら辺かな。これチャージャー当たるっしょ。あ、さすがに当たらない。ここら辺もペチペチ遠距離から生存者らが援護していく。直線だから攻めやすいな。あ、リッターだ、リッター絶対倒せば。怖い。なんで負けん。待って、この武器強くね？直撃当てれば解決じゃん。まま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 まマッチングしていく。プライムシューターか。ちょっと詰められたらプライム射程なんだよ。いや、味方にラピプラディコいるんだけど、僕の上位互換だ。サーブスピが恵まれすぎてる。しかも射程 0.5 しか変わんないのに、連射スピードが明らかにラピプラの方が速い。これちょっとエイムでご了承。よっしゃ。強いわ、やっぱ。ああ。この若干の 0.5 に見合う代償なのかもしれない。もしかしたら、長すぎ。そこにいるのも分かってるよ。あたらら、ナイス。よく味方、倒してくれた。え、強っ。なんか味方暴れてね。これ、イモリ散らかします。あ、待って待って。吸引器溜まってるわ。これで一旦ぶっかますか。おらおらおら。は？ところでよ、エリートにぴったりのサブスペって何だと思う？メガホンとか相性良さげじゃない？ホップソナーとかでもいいな。まあ、ラインマーカー以外のサブスペなら何でもいいって感じやな。ラインマーカーと吸引器とポイズ以外ならまあなんとかなりそうな感じでするけど、ヤグラ周り強すぎない？この武器。まあ、基本的にブラスターはどれも強いか。ここで吸引器をぶっかまして相手のリッターを、弾を吸い込んでいく。うにょうにょうと、くらえよ。僕当たれ。いや、最、
当たったし、エリートの方がエイム良くない？立ち回りもなんかいつもよりいい気がする。強っ！これが射程の力。よくわからんけどめっちゃ勝てる。この間春休み終わって学校始まったんだけど、初日にね、健康診断があったんだけどさ、その健康診断で僕ぶっ倒れたって話したっけ？しないっけ？なんかもう没動画で喋った気がするけど、まあいいや。で、健康診断でね、僕ぶっ倒れたんだよね。っていうのも、献血じゃないな。なんだっけ？採血だっけ？採血。採血あの血抜くんだけど、血抜いて健康状態を調べるみたいな。あ、なんで抜かれた今の。お、すげえ、サーモンランのギアだ。あ、これ僕も持ってる。かっこいいよね。え、その血抜いて自分の血を見るわけなんだけどさ、試験管3本分くらい抜かれてて気づいたら、いや抜きすぎだろみたいな。試験管3本分って相当よ。しかもさ、注射針刺すときめっちゃ痛かったし泣きそうになったわ。コロナのワクチンのそうだけど、注射の針って一生怖いよな。あれ、もう男だから耐えれるとかそんな事件じゃなくて普通に恐怖を感じるんだけど。で、めっちゃ血吸われて、まあ、健康診断だから、まあ、仕方ないか、これで血で病気か分かるならいっか、みたいな感じで抜かれたんだけど、その後僕ぶっ倒れました。貧血かな？よく分かんないけど、とりあえず気分クソ悪くなって吐き気したわ。怖いねー。みんなも気をつけてね。で、なんか気づいたら別室に連れて行かれて、あ、ここでベッドでゆっくりしてね、って足上に上げて血が昇るから、みたいな言われて、ほえーってしながら10分ぐらいでま、回復したんだけど、まあ、全然軽いやつだったんだけど、よかったんだけど、なんでか知らないけどさ、僕結構血の耐性が弱いんかな。なんか去年もね、健康診断でめっちゃクラクラした記憶があるんだよね。だから多分血抜かれて貧血というよりかは自分の血を見るのに耐性がないというか、鼻で座れないの。え、誰か共感してくれないかな。なんか血って見るとさ、なんか力抜けない、なんかゾワッというかヒーみたいな感じで、なんか怖いんだよな。なんか進撃の巨人のグシャーとかさ、エヴァンゲリオンのグシャーとかさ、カオルくんとか、あのシーンとか全然オッケーなのよ。もう余裕なんだけど、なぜか知らないけど、リアルの血は無理だよね。私、絶対失敗しないので、の手術シーンとかさ、あの、ホラー映画、ミッドサマーとか、そう、僕、ホラーめっちゃ苦手って言ってんじゃん。あの、ミッドサマーのホラー映画あるじゃん。あれ、グロシーン少ないからいけるよって友達に勧められたんだけど、普通に無理だった。絶望したね。なんとか克服したいんだけど、もしも、デートする時とかあったら、あれじゃん。まあ、今のところ永遠に未定なんだけど、ああいうのちょっと想像すると、おえってなっちゃうのがわかる。けど生々しいのダメなんだよな。チェーンソーマンとかめっちゃ血が出るシーンとかある。あれも余裕なのよ。なぜか知らないけど、あー、わからんな。僕でも区別がよくわかってないけど、生々しいのちょっと苦手だなって。で、なんか自分の血を見て、クラクラしちゃったのか、単純に血が少なかったせいでクラクラしたのか、自分の中ではまだわかんないんだが、で、何の話してんだっけ？とりあえず R ブラスターエリートの色が赤色ってこと？あ、違うな。あ、そう、それで思い出したんだけど、みんな R ブラスターエリートっていう名前をこれみんな知ってる？ラビットブラスターエリートとか呼んでる人いない？あ、まあでも、どうでもいいか。え？え、ど、ラグすぎんだろ、どういうこと？時止めたし、こいつ。ヘブンズタイムなのか、時を止まれなのか。あー、味方が苗落ちしちゃった。単純に回線落ちなのか。なんとかこれ止めたい。矢倉落としたけど、右に来てるんだよな、これ。いや、接近戦終わったわ、これ。どうすればいい？当たんないよね。誰か止めて、誰か止めて、お願い。3対4でも勝ちたい。あ、いい勝ち。あ、あ、ワンチャンあるか？これ勝ったね、相手が。いっぱいキルしても勝てなきゃ無。マッチングしてしまう。これ勝ちました。こっちのステージで今んところこの武器で負けたことがない。そう、射程が活かせるステージなんだよな。ね、相手になんかやかましいブラスターいない。あれ品がないね。あ、パン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 って、もう適当じゃん。こっちの方が美しい。まさに、地の英名。残念。おい、接近戦勝てるようになってきた。いいぞ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 。直撃2回当てていけ、接近戦。これも当てる。一発。やべ。オッケーオッケーオッケー。割と直撃当てれるようになってきた。やっぱ弾速がちょっと遅いけど、そこを手で慣れていけ。やべ。これはブラスターが危ない。これ吸引機溜まったから、ピンチなら使うわ。そこいるでしょ。当てな、バグ。いやー、顔追いできないな。これ、とりあえず、矢倉進めることを考えて、吸引するけど、やばい。弓が狙ってる。当たれ！弓に当たれ！やった！いいエイムだ。吸引機のエイム意外といいかもしれない。やっぱ、リッターみたいな感覚。あ、ナイス。強い味方。やっぱり時代は守護と、あ、じゃあ別に思いつかんかったわ。ラピブラで良くない？その言葉がエリートを傷つける。